結局、31A にはなれなかった。そのこと自体に悔いはない。悔いは、そのことだけを夢中に追いすぎて、大切なことを忘れていたこと。もっと早く結束していれば、別の形で、人々のお役に立てていたかもしれないのに、私の立ち振る舞い一つで、変わっていたかもしれないのに。果たして私は、31C の役に立てているのか、不安。ねえ、お母さん。もしこのタブレット端末の中にいるのなら、答えて。私は、どうしていけばいいの？やっと休みだー。ハードコア流してランチ期騒ぎしていい？あたしらは休みたいんだよ。最高のストレス発散法だよ。あれを流すたびみんなダメージ受けてたろ。デススラックと戦った後に追い打ちをかけるな。デススラックすごく強かった。私から見てもとても大きかったです。お前からが一番大きく見えるのは当然だろ。おいタマ！はい！コック帽かぶって風増ししたらへ。そんな奴が横で戦ってたら嫌だわ。こんな戦いが続いていくのね。ねえ、今後のことも考えて戦力を見直さない？ GP も溜まったし。じゃあ、ウィンドウショッピングとシャレ込む？しゃあないな。ユッキーも行くよね？みんなが行くんならな。よし、決まり。到着。知らない店もまだまだありそう。一緒に回ってたんじゃ日が暮れちまう。手分けして舞台に役立つものを探そうぜ。いいね、そうしよう。とりあえず雑貨屋を見てみるか。ファゴットまで売ってる。誰が買うのかしら。デススラック、わしの新薬を試す絶好の機会だったのだが。星は 31A に傾いていました。私たちでは無駄死にしていたでしょう。よし桜葉、この薬を。遠慮します。休日限定、唐突に野球が始まるアニメ会祭り？それだけ見て楽しいのかよ。ファルシーサラダ。何それ！？あ、この服かわいい。ロウリュやっとんのか。
集中力鍛えんのにええかもしれんな。いらっしゃったぜ。どうぞ見ていってください。ほうほう、これもいいね、こっちもいいね。おすすめは？自信のあるものしか入荷しませんので、すべておすすめです。目利きもすごいんだな。調達の達人でもありますので。それだけで手一杯になりそうなもんだけど。どのショップの店員をするかは曜日ごとに決められてたりするの？どのショップの店員も私です。そんなに人手足りてないの？まあ人類ピンチでやべえ状況ですからね。私一人でも平気です。ということは今日はこの店以外は休業なのか。ユッキーたちと別れた意味なかったな。やっていますよ。だってマリーは今ここにいるから他の店は営業できないじゃん。では一度別の店に行ってみやがれ。なんか面白そう、やってみよう。よし行くぞ。ルカさん、そんなに急いでどうしたの？ちょっとした実験。私一人だけです。もう一回試していい？どうぞ。よし、全速力で走ってやろう。これでさすがにいたら驚く。いらっしゃいませ。それが私のお仕事ですから。え、なんで？私なんてこんなゼア息切らしてるよ。素早く移動することが得意なんです。何？同じ場所へ移動していたはずなのに姿すら見なかったよ。それだけはズルをしています。私だけが通ることを許されている抜け道を使っています。じゃあ同時にお客が現れた時は？さっきの店にユッキーが行ったらどうするのさ。ちょうど今がその状況です。お買い求めのものを選んでいてください。うん、これもいいな、こっちもいいな。お決まりですか？え、今の一瞬で何してきたの？接客です。素早く移動することが得意じゃなくて瞬間移動してるよね。不可能です。恐ろしい。そりゃセラフ部隊にも駆り出されるよな。身体能力が半端ないもん。むしろそっちに集中させるべきでは。これぐらいの兼業お手のものです。私を舐めないでください。こんちきしょうめ。そのたまに口調が乱暴になるところも含めて恐ろしい。すみません、男兄弟に囲まれて育ったものでして。しかもセラフ部隊として訓練する時間なんてある？はい、今日は休日ですけど、午後から命令で地下探索に行くんですよ。私なら死んじゃう。何かいいのあった？ GP が足らなかった。地道に訓練で鍛えた方がいいかもな。そうなんだよ、マリーはすごい。
リスペクトしちゃう。脈絡なく話を始められてもこっちはわけがわからないからな。え？ユッキーも今日ショップに行ってマリーの凄さを体験したんじゃないの？行きはしたけど、普通の接客だったよ。そこがすごいんだよ！どうしてわからないのさ！普通の接客のどこがすごいんだよ。同時に私も別の店で接客受けてたから。すげー！そんなん簡単なカラクリや。うちらも戦闘中トランスポートしとるやないか。セラフの力や。基地内でのセラフの使用は禁止されてるだろう。セラフなんて物騒なもの持ってなかったし。うせやろ、どないな身体能力や。タゴとかクローンとか、なんか絶対ありそうです。お玉さん、なんでしょう。マリーは一人なんだよ。ぐいやー、なんで階段みたいになってんだよ。でもそれに足るぐらいすごい。本当だったらね。本当だって、私が嘘つかれるはずないじゃん。お前はあるかもしれないだろ。そこは相手の誠実さに委ねろよ。私、心清いもん。相手が清いことに委ねろよ。もちろんマリーも清いさ。お互い清い者同士で私らが揃えばこの世から争いはなくなる。キャンサーすらもな。だったら二人でキャンサーの巣窟に行ってこい。死んじゃうじゃん。何？私のこと見捨てるの？ユッキー、仲間なのに。お前が言ったんだろ。しかも休みなのに午後から地下探索行くってさ。私たちだけこんなにのんびりしてていいのかな。勝ったはずなのにね。ウィンドウショッピングでリフレッシュできたし、午後は司令官に何かないか聞きに行ってみるか。そうですね、やったりましょう。しゃーないな、付き合ったるわ。休みなのにかよ。茅森以下 31A 総員、直ちに司令官室に出頭せよ。恐ろしいタイミングで呼び出しが来たな。嫌な予感がする。急いだ方が良さそうね。うん、行こう。休日のところ悪いわね。ちょっと急ぎの任務があるのよ。私らに？31C が探索に向かった池袋地下エリアに危険度の高いキャンサーがいる可能性が浮上したわ。今すぐ向かって敵キャンサーの生息エリアを確定させて。確定だけでいいの？危険なら倒せばいいじゃん。無理は禁物よ。 31C と共闘しても撃破できるかどうかは怪しい。今は生息エリアを確定させるだけでいいわ。ちょっとだけでも。ダメよ。見つけたら戦わず戻ってきなさい。茅森部隊長には未探索域への行軍を許可します。出撃準備が完了したらすぐに出発しなさい。了解。寄り道してる場合じゃないよな。31C のみんな大丈夫かな。寄り道してる場合じゃないよな。よーし、気合い入れて参りますか。 31C の向かったエリアまで突き進むぞ。ぶっといなぁ。水害を軽減するための放水路だからな。強度は抜群だろうよ。
なるほど、ナイスハッキング。何もしてねえわ、知識だわ。やめておけるか。みんなバテてるし、これ以上進むのは危険すぎる。そうだな、今日はここまでにしよう。司令部に報告だ。こちら 31A 茅森、応答してくれ。手塚よ、状況は？まだ達成していないけど、そろそろみんな限界だ。今日はもう帰還していいか？そう、わかりました。帰還を認めます。明日も引き続き探索をお願いね。了解。ショップの店員を兼業、休日も訓練だなんて、あいつ何者なんだ？すごいやつ。すごいけどさ、なんかあるんじゃないか？難しいことはわかんない。考えるのはユッキーの係。私の係多すぎねえか。でも結局 31C の人たち見かけなかった。そうだったわね。どこまで深く潜ったのかしら。無事帰還してるよね。まあ、なんかあったらすぐわかるやろ。だといいけどな。